イガサウジャンの戦いは、1277年に、モンゴル帝国とビルマのパガン朝との間で行われた最初の戦闘。パガン朝の君主、ナラティーハッパテが元に忠誠を誓った体系の所属を攻撃したことから始まり、元の君主、クビライの命を受けて出撃した雲南方面の中東軍がこれを徹底的に破った。 定位継承戦争を制しモンゴル帝国第5代大フとなったクビライは周辺の国々に入港と侵入を求め使者を送った。パガン朝のナラティハッパテオは1271年初めて使者が来た時にこれを拒絶し1273年に再び使者が訪れた時にはこれを処刑した。この侮辱的行動に対しクビライはすぐには行動を起こさなかったため ナラティー・ハッパテは属国でありながら、岩潮に内通した金馬などの体系の所属に対し、報復攻撃を仕掛けた。この軍事行動に対し、雲南方面の元の中東軍は、パガン軍を撃退するよう命令を受けた。パガン軍は、戦像を率いて北上し、影城の付近で元軍を迎え撃った。パガン軍の接近に対し元軍は、当初密林を利用し、攻撃を防ぎ、 その後攻撃を仕掛けようとした。ところが、パガン軍は前線に戦像を配置していたために、初めて見る存在に元軍の牙は恐怖を抱き、元軍はこれを制御できなくなった。そこで元軍の指揮官は牙隊に下馬し、遠くから弓を射るように命じた。鎧の類をつけていない戦像は、雨のように降りかかる矢に大きく、傷を受け、苦痛に混乱して、 自軍や密林になだれ込み、途上にあったすべてのものを破壊し、戦場から去った。戦像が離脱した後、元軍は再び乗馬し、残ったパガン軍を大いに破った。パガン軍は改装したが、元軍の指揮官もまた負傷したため、元軍は深追いすることなく、雲南に戻った。同年の後期、元軍はパガンに進攻し、ビルマ北部のバモを攻めてこの地域に駅伝を、 設置しようと試みたが、現地の熱病によって大都へ退却せざるを得なくなった。また、このご六クビライにビルマより連れて来られたゾーンが献上されたので、以後クビライは、帰化の軍勢に戦像部隊を備えるようになったという。ナヤンカダーンによるナヤンカダーンの乱の際、クビライは、戦像に乗り自ら戦場に出撃したと伝えられている。ありがとうございます。